じゃあ今度はコリアンタウンで何かが発生してますね、この人たち。じゃあ首を突っ込んでみましょうか。サブストーリーだね。ねえ、この辺でしょ、仮面の殺人鬼が出るとこ。あ、ん、殺人鬼。あ、あの看板、動画で見たのってあれじゃない。なんだ、ミステリーか。本当だ、やばいやばい、聖地来ちゃったよ。聖地ね。写真アップしたらあっちも見に行こう。本物いるかもよ。だね、行こう行こう。え、どうなんだ、聖地と言ってはいるけど彼女らは。聖地だってよ。本物出んのか。これが映画やドラマの聖地ってんなら儲けにもなるけど。違うの、殺人鬼じゃな。映画やドラマじゃないの。いっちゃんとこの店なんて逆にそのせいで予約キャンセルが出たらしいぜ。マジかよ、迷惑な噂だな本当。え、噂って言ってるから実際に事件が起きたわけでもないのかな。そんな奴がこの辺に出るのか。あの天使に聞いたら何かわかるかもな。え、なんか最近こういう導入多いな。なんかあの電子音導入廃止されたりした。あれ好きだったのに。そういうわけじゃないのかな。なんだっけ、別に映画やドラマの聖地じゃないし、かといってねえ変な噂とか言ってたから実際に事件が起きたわけでもないのに、なんか噂になってるってこと。どういう状態。仮面の殺人鬼が出るとか言ってたな。ちょっと気になるし聞いてみるか。ヘイ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 、殺人鬼出んだって。なあなあ、少しいいか。ん、ん？なんか用かい？店ならまだ準備中だよ。いやー、仮面の殺人鬼だっけか？さっきちょっと聞こえて気になってな。この辺にそんな奴が出んのか？さあな、俺は直接見たことないんだが、なんだかそういう噂が広がってるらしいんだ。まあ、この言い方だとやっぱり、実際に事件が発生したわけじゃないんだよね、多分。どうも誰かが写真を撮ってネットにアップしたのが発端らしいんだけどさ、俺らからしたらいい迷惑だよ。殺人鬼を取ろうと携帯持ってうろつく連中ばっか増えて普通の客が減っちまってさ、そりゃ迷惑だね。困ったな。なんだ、勝手な噂が一人歩きしたってだけの話か。うん、まあそうなんだけどさ、あ、なんかあんのか。いやね、俺もそのネットの写真ってのを見てみたんだよ。そしたら確かにこの辺の場所で妙な男が写ってたんだ。妙な男？ああ、血のついた白い仮面をつけた大男がさ、斧のようなものを持って副特徴に立ってたんだよ。なんかそれだけ聞くと確かにジェイソンっぽいのを想像するけど、それだけ聞いたら殺人鬼以外の何者でもねえな。いや、 YouTuber とかじゃないの。 YouTuber でしょ、最低だな YouTuber。 まあそうなんだよな。だが調べようにもいるのかいないのかわからんやつを探すほど俺らも暇でもないんだよ。それに万が一見つけたとして、あんなやつ相手なら逆に返り討ちにされそうだしよ。へえ、いろいろと難儀だな、その殺人鬼の噂は。ああ、困ったよ。ん、よく見たらあんたなかなかガタいいな。おいおい、そんな気軽に頼んでいいもんじゃねえぞ殺人鬼の調査なんて。それに昼間からこんなところで油売るとは結構な暇人だな、だいぶ失礼ふざけんな、社長だぞ、あの一番ホールディングスの。ああ、いやー、こりゃ失礼。だがそんなあんたに折り入って頼みがあるんだが、殺人鬼の調査か。さすがにもう一番も分かっちゃってるじゃん。ああ、引き受けちゃもらえないか。実害はないとはいえ、なんだか気味が悪いし、これ以上客が減るのは困るからな。もちろん礼は弾ませてもらうよ。どうだい？お願いできないか。商店街に出る謎の殺人鬼か。確かに気にはなるが、まあ別に調べてやってもいいけど、仕方ねえな。そんな仮面の殺人鬼ってのは気になるし調べてみるか本当かい、助かるよ。俺はこの店を営んでる斉藤って言うんだ。あんたは。ああ、私が社長です。あの一番ホールディングスの春日です。そうじゃ春日さん、悪いけどよろしく頼むぜ。例の殺人鬼はいつも夜の副特徴に現れるらしい。その時に行けば何かわかるかもな。わかった、夜の副特徴。夜、夜、分かった、何か見つけたら連絡する。
夜って夜ってこと？夜って昼間の反対の夜ってこと？あ、マジか。副特徴ってここだよな。副特徴、この近くに吹き出し出てないってことはもうそういうことなのか。マジかよ。なんか前もこんなことあったよな。夜にならないと続きが見れないイベントが発生して仕方なく中断したやつ。おいおいおい、当てが外れたぜ。今回はこのサブストーリーやるつもりだったんだけど、じゃあもうこれはしょうがないか。ストーリーの進行で夜になるタイミングを待つしかなくて、どうしよっか。どうする、みんな。じゃあもうこんな時はサバイバーでしょ。なんか全然美しくない流れで来ちゃったけどこういうトラブルもゲーム実況だと私は思います。で、難波とハン様の絆ゲージが今溜まってて続きを見れそうなので、もうせっかくだから絆ドラマでも進めちゃおうか。今回はハン様、また孫悲の話しろよ。いやー、こないだ孫悲がねって。よ、ハン純義、一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。なんでちょっと上からなんだよナチュラルにそうなんだな。もう、そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。何？ん？なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。ほう。どこからか偉人町に反純義がいると聞きつけてきた。それは本物を知ってる人だよね、当然。どういうことなんだ？まだ詳しい情報はありません。今はただ不審なものがいるとしか言えない段階です。あ、でもそれは本物を狙ってるのか。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、影武者のこっちを狙ってるのか。どっちなんだろうな。私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。いや、ここで、助け合うのが仲間だろ。ドン。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。だよな。仲間だからこそ迷惑をかけたくないもん。あ、でもハン様も仲間って思ってくれてんだ。仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でもこう言ってんだ。あちー熱い男ですね。仲間になりてー。嫌いじゃないですよ。え、でどうすんのよ。対処すんの。なんかあんたの予想じゃその不審者は何者なんだい。確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば、死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。言われてみりゃそうだな。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私、本物は死んだのにいつまで反純義を語ってんだって。私を殺そうとしている可能性もある。そういうことだよな。もう確かにな。素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。なんで辞めないのかもしれません、ね、髪染めりゃいいじゃん。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってなんか理由があんのかな。もう名前も顔もこの姿でいる。元の奴に戻しちゃよ名前はともかく顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。いや、髪染めて前髪下ろしたら別人でしょ。まだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよななるほど、肝に銘じておきましょう。だが、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。え、終わり？あ、なんか割とさらっと終わったな今回は。まあ次のエピソードへのつなぎっ
って感じだったね。あーまあ絆また貯める必要があるけど、まあ今回分かったのはそうだな、でも言われてみりゃそうだな、なぜ本物が死んだ今でも半純義の姿をしているのか。別に髪くらい染めても良さそうなもんだけど、だそこに何か理由があるのかとか、そういう話と、まああとなんかハン様のことを嗅ぎ回ってる元鎮魂派のやつらがいると、やつらかどうか分かんないけど、うん、そういうことだね。じゃあナンバーよろしく頼むよ。ナンバーなんだっけ、看護師辞めた時の話をしてくれたんだ、こないだは。なんか後輩の看護師の話。よーナンバー、一緒に飲まねえか。うん、すまねえ。それの続きかな。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。買い出し？買い出し？マスターに付けの支払いを待ってくれって言ったら交換条件で買い出しを命令されちまったな。付けの支払い、めんどくせえ。一番ホールディングスの社員になれよ。それで支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。金に困らねえぞ。じゃあちょっくら行ってくるからよ。せんべい焼けナンバー、気をつけてね。一番成果で、この年になってお使いか。俺も落ちぶれたな。ホームレスの時よりマシだろ。そういや、ナンバが看護師をクビになった理由は後輩看護師水江ちゃんの罪をかぶったためだったな。うん、その話を前回聞いたわけだけど、ナンバ海外に旅立つ水江ちゃんを見送りたいらしいけど、旅立ちの日にちもわからないんだよな。ナンバに水江ちゃんの見送りをさせてやりたい。マスター、そう思ってるんだ。なんでわかんの。マスター、なんでその話を。客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外もある。ほう、ってことはナンバが俺に打ち明けた時マスターも聞いてたんですか。そりゃそうだろ、そこにいたんだから。趣味聞きの趣味はね、偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。ナンバの話に思い当たる節があってな。ほう、思い当たる節。俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。名前は双葉と言ったかな。それがまさか。それがどう難波と関係が。水井さん、その双葉ってのは最近まで看護師だったらしい。ほうほうほう。それで看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に難波の話があったのか。病院で起きた薬の盗難事件ってのが。おお。警察の捜査が入る直前に男性看護師が横流しを自供してクビになった。めちゃくちゃ難波じゃん。え、それってもしかして。確信はないが難波のことかもしれない。ってことは双葉は最近まで難波と同じ病院で働いてたってことになる。そういうことになるな。だとしたら水江ちゃんの渡航の日も知ってるかもしれない。ああそのことを難波には。その双葉さん本人が水江ちゃんって話ではないのね。本人が言ってただろう。別の看護師さんか。横流し犯の汚名がある以上元同僚には会えない。まあそうだな。だけどな、お前が双葉から聞き出すことができればどうだ。なるほど、マスターナイスアシストだぜ。なるほどな。ただし双葉から渡航日を聞き出すことは難波に内緒にしておけよ。はい。俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば難波はいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して双葉をよこすようママに頼んでおいて。ここに来んの。もうすぐ来る。双葉さん、ここに双葉が。だから難波を買い出しに行かせたんですね。なるほど、マスター。つくづくナイスアシスト。すげえぜマスター。ただしバーテンができることは客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。なるほど、バッチリゴールを決めてみせますよ。そういう絵を描いたんですねマスター。なんかママからここに行くようにって言われたんですけど。なんかだるそうな人来た。双葉さんかよ。そうだけど、あんたさすがに水江さん本人ではないよな。ちょっと聞きたい話があったら。まあ座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます。今日はスナックが休みだからパチンコに行きたい。なんで看護師がこうなっちゃったんだよ。ちょっと小耳に挟んだんだが、あんた元看護師だったんだってな。だったら何よ。同僚が薬の横流しでクビになったとかって。男の看護師の名前覚えてるか。
覚えてないわよ、名前。ああ、まあその程度か。思い出してくれよ。その時の記憶は。俺の友達かもしれねえんだ。覚えてないって言ってるでしょ。メガネかけたネクラな男よ。確率上がったな。ナンバだ。ナンバって名前じゃなかったか。そんな名前だったかもね。おお、当たりだ。もしもし。マジで学編7連ちゃん。ベクターその台押さえといて。誰にも打たせちゃダメよ。待て、話終わってねえぞ。おい、待ってくれ。同じ病院に水江ちゃんって看護師もいただろ。そう、その子が。その話も聞きたいの。それどころじゃないの。私なんでこうなっちゃったんだよ、この人。ナンバー、もう帰ってきた。今すれ違ったろ。早いな。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな、取りに戻ったんだ。それよりよ、今ここから誰か出ていかなかったか。同僚だぞ。後ろ姿しか見えなかったけど、女の人が飛び出していったろ。さあ見間違いじゃないのか。どれも言いやしねえよなあ、マスター。なあマスター、そうだよな。おう、うまくごまかせ。ん、なんかお前ら様子がおかしいぞ。なんでこういう時は鋭いんだよ。バカ言え、そんなことは。いつもアホなのに。もしかしてお前ら俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろ。アホだった、よかった。もうすぐ俺の誕生日だろ。だからマスターとサプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。よかった、ナンバーがアホで。そうなんだよ。あっちゃー、バレちまったか。バレちゃったね。困ったぜ。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。で、どんなパーティーを計画してんだ。ちょっとだけ教えてくれよ。ここを選択肢。しょうもない選択肢。いや、バカ言え、ナンバー。それはお前秘密だよ。そいつは秘密だよ。教えるわけねえだろ。もうちょっとだけって話だよ。なあ、教えてくれよ。教えてもいいけど、誕生日の日のドキドキがなくなっちまうぜ。ああ、それでもいいのか。それはそうだが、空腹は最高のスパイスっていうように、サプライズにとって最高のスパイスは秘密だよ。ナンバには思い出に残る誕生日にしてほしいからよ。よく回る舌だな。いや、我慢して聞かないようにするよ。すごな、楽しみにしててくれよ。マスター全然フォローしてくれねえじゃん。引き換えに誕生日へのハードルも上がっちまったが、まあなんとかなるだろう。マスターもフォローしろ。一番の負担が多い。双葉がナンバと同じ病院で働いていたのは分かった。だが水江ちゃんの渡航日は聞き出せなかったな。近いうちに再び双葉に会おう。よし、買い出しから帰ってきたら一杯飲もうぞ。あの人大丈夫か。ねえ、待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてお家はやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。まったく。終わりか。終わったわ。そうだな、あの双葉さんからはあんまりいい話聞き出せなさそうだけどな。聞き出せるかな、水江さんの話。って感じでしたけど、もうなんか最初の殺人鬼のサブストーリーだいぶ当て外れたし、もうなんか蝶のやつもやっちゃおうかな。今絆ドラマはね、終わってないのはハン様、ナンバ、蝶の3人だけど、だから、あ、ちょっと待てよ。裏切り者は饅頭の国する、意外と悪くないアイデアだと思わない。前回言ってたやつ。いや冗談だよ。いや蝶もそこそこゲージ今溜まってるはずだから、ちょっとなんかプレゼントとかしたら溜まんじゃないの。あ、プレゼントできんのこれだけ？花束系のアイテムだけ？いや、花束喜ぶかな、蝶。どうだ？パンジーの花束。蝶さん、これどうぞ。これ、俺が育てた花なんだ。よかったらもらってくれねえか。これ気持ち悪いだろ、だいぶ。いや、どうなんだ？悪い気はしないもんなのかな？あらあら、綺麗な花じゃないの。ありがとう、春日くん。上がった。いや、ぼちぼちですね。ぼちぼちですよ。どっかで上げてくるか。絆。
もうサブストーリーで夜とか言われたせいでこんなことになっちまったよ。なんかバーで酒でも飲めばいらっしゃいませ、ちょっと仲良くなれるでしょ。ついでになんかその食事の会話見れないかな。よいしょ。いただきます。いただきます。いただきます。うん、いや、揚げたての鶏皮は美味しいね。出た。油がすげえけど、それがまたうまいんだよな。このジャンク感がたまらないね。ああ、揚げた鶏皮。そういえば、パリパリの鶏の皮の料理だと、北京ダックが有名だけどさ。北京ダック。春日くんは食べたことある？つい最近食ったよ。星野会長と。北京ダックか。なぜかな。あれ？北京ダックの縁がなくて、未だに食えてねえんだよ。あれ、こないだ会長に奢ってもらったんじゃないの？と、なんでなんだろうな。あん時食ってねえの？そうなの？うん。じゃあ落ち着いたら俺が作ってあげるよ。え？最高の北京ダックを作れんの？俺のはうまいよ。マジかよ。あ、まあ、めっちゃ絆上がったけど。そうだな。蝶が作る北京ダックなら間違いないだろうな。え、何そうなの？そん時はみんなで食おうぜ。最高の北京ダックをよ。そんな中華料理の腕あんの？っていうか、ちょうど蝶さんの絆あげたい時に、なんか狙ったかのように蝶のやつが出たな。すげえ。ごちそうさまです。おかげで絆増えたので、やった。絆ドラマ見れる。すげえ。狙ったかのように出たじゃん。じゃあ前回はなんかマブチの話聞いたんだよね。マブチを逃がしたって話。俺はちょっと不服だったけど。まああんなマブチでも逃がしてやる蝶は意外と優しいと、そういう印象を持ったんだよね。じゃあ別の話また聞かせてもらおうか。誰が来るかと思ってたら春日くんか。忙しいんじゃないの？飲んでる場合だっけ？社長だからね。余計なお世話だぜ、蝶。いつ飲もうが俺の勝手だろ。だいたいこの店は俺が先に常連だったの。あれ、そういう風に。それ言ったら足立さんが一番先だけど。それ言ったら偉人帳じゃ春日くんの方がずっと新参じゃん。そうだよな。確かに先輩風っていうのはどこで吹かせても恥ずかしいもんだね。分かったよ、そっちの勝ちだ。ふん。じゃあまあとにかく座りないよ。一番が論破されるなんて珍しい。しかしなんだな、こうして飲んでるとお前が組織のボスだったとは見えねえよな。そうだな。そりゃそうだよ。一皮むけば誰だって同じ。気のいい兄ちゃんだもん。裸になっちゃえばそいつが権力者かどうか、金持ちか貧乏かも分かりゃしないでしょ。なるほどね。でも俺が脱いだらすごいぜ。そういう話じゃねえんだよ。極道かどうかは分かるかも。ああまあ背中見りゃな。ああこれどれが面白いかな。でも俺は脱いだらすごいぜ。どうする？今ここで見せようか？脱いだらすごいのは俺もだよ。乗ってきた。でも二人して今脱いだな。店に迷惑だ。やっぱこいつら仲良くなれるな。ちげえね。どの道組織のボスかどうかは見てくれでわかるもんじゃ。割と一番気が合いそうにも見えるんだけど。生まれつきの特徴があるわけでもない。なのにボスの息子だから組織を継がせなきゃとか、まあ合理的な考え方とは言えないよね。人間生まれる場所は選べねえさ。けどどうしても嫌だっつって断る道はなかったか。いや無理なんじゃない？組織のボスなんて誰にでもできるもんじゃねえんだ。そういう風に生まれちゃったら、周りはお前をボスの器じゃないと見りゃ他の誰かが組織を継いだろうぜ。器かどうかは知らないけど、俺は昔いい子でさ、勉強もスポーツもやればすぐにできたわけ。ついでに言うと喧嘩も負けた記憶ないし、
ワルジエもそこらのワルよりずっと回ってたね。なんだよ、めちゃくちゃ才能があったんじゃないか。ないのそりゃどう見てもそうだもん。やる気だけだったよ。何してもそつなくできる器用貧乏の差がってわけ。嫌味な野郎だね。親父から代替わりするまでは中華街の方にも強敵がいて張り合いもあったんだけどさ。お？ところがそこのラウカーのボスが消えて、結局偉人さんの三すくみだけが近所にいるぜ。中華街の組織っていうとジャカか。一番知ってんのジャカ。噂に聞いたことはあるぜ。やばい連中だったって。竜が如く1に出てきたジャカ。日本からとっくに撤退してったよ。残党だってほとんど残ってない。そのジャカがいなくなった頃にお前はハンピン・リューマンの総帥。マジラウのこと知ってんの。そうだね、だいたい10年前かな。正直言って面倒なだけだったよ。わあ、なんかいい話聞けちゃった。その時は中華街にいたのか。例の大久保の偽札のこともその時に知らされた。ラウカーロン。他に偉人町の三すくみや冷戦が実は筋書きのある出来レースだったってこともね。お、本編の話。あれか。しっかり本編の話するね。その事情を知ってたのは超はリューマンの中じゃ親父とその同世代の古参幹部だっけ。下の若いのは偉人帳を全部手にしたいって言うけど、俺はそれを押さえつける側で。苦労したんだな。そうなると総帥は弱腰だって言われるわけ。面白い仕事じゃないでしょ、そう思わない？だいぶ素の顔が見えてきたじゃねえか。超思ったより酒が入ってた。いいね、仲間っぽくなってきたぜ。組織を背負っているわけじゃないんだから、好きなだけ酔わせてもらう。悪いかよ。そんなことは言ってねえ。楽しい酒だって言ってんだよ。楽しい酒か。まあ確かに少し手札を見せすぎたかね。前だったらボディーガードが止めてくれてたんだけど。おっと、どうやら水を刺しちまったか。今回はここまでか。春日君は野暮なことも全部口に出しちゃうからな。俺は少し酔いを覚ましてくるよ。そうかい、気が向いたらまた飲んでやってもいいぜ。いいね、その言葉そっくり返すよ。ああ、楽しみにしとく。いや、いいな、なんかこの二人の友達感好きだな。難波とはまた違う友達感で、どこかちょっと悪ガキ感もある感じね。まあ絆がまた強くなって、いや、ラウカーロンの話が出てくるとは思わなかったね。じゃあ今回はここまでかな。でも前回とはまた違う話を。あ、ちなみに今悪魔やってますね、春日一番。すいません、ちょっといつもと違う格好してたんで驚いた人もいるかもしれないけど、悪魔やってます、春日一番、職業で。蝶は、前回のマブチの話とはまるで違う話を今回はしたけど、まさかラウカーロンの話が出てくるとはな。っていうか蝶いくつなの？若くも見えるけど、一番とそんなに年変わんないのかな。あ、これじゃわかんねえな。今の一番じゃ年齢わかんねえわ。ラウカーロンのこと知ってるってことは、まあそこそこの年齢だよね。一番とそんなに変わらないくらいなのかもしれない。まあまた次の話も楽しみにしましょう。楽しいな、やっぱり人物を掘り下げる絆ドラマは。仲間たちのことがより深く分かっていくね。そうだ、せっかくだから歌も見とこうか。なんかね、やっぱりハン様は歌ないっぽいんだけど、専用曲歌っちゃいますよ。そう、超はあるのよ。ハン様はないのかな、本当に。これじゃあ一応聞いとこうか。これ愛の手、悪魔の地獄鍋。あがりゃ超天佑、超天佑、そう読むのか、蝶の名前。
やべ、むずいや、どういう選曲譜面が割とむずい。ふわふわの曲じゃねえだろ。やべ。歌詞を見る余裕がない。難しくて、なんか面白そうなんだけど。お、お、悪魔ちゃん今今一番がなってる職業の。全員分あんだな、このメイク。まあでもそりゃそっか、追加職業で悪魔あるくらいだから、男性陣はみんな悪魔になれるからね。あー、超天佑って合いの手してたけど、こんなもんか。超天佑って読むのか、超のフルネーム。いや、そうこの悪魔っていうジョブで、ね、有料のダウンロードコンテンツで後から追加されたやつなんだけど、一応なんかカラオケのやつで素材はあったんだね、もともとカラオケの方が元ネタみたいな感じだったのか。超天佑。はい、じゃあなんかサブストーリーの腰を早々に折られて、みんなの掘り下げストーリーばかりを結局やることになりましたけど、ああでもまだまだ寄り道させてもらうぜ。悪いけどまだもうちょっとあるので、サブストーリーが待ちに。でまあもちろんまた絆も上げておくので、ああたくさんのイベントを楽しみましょう。よし、じゃあ今回はここまで。ありがとうございました。